企業型確定拠出年金はメリットだらけのようだけどもデメリットあるんじゃないですか。確かにあります。中途の引き出しはできません。原則60歳からの受け取りになります。一旦加入すると掛け金を停止することはできません。そしてさらに社会保険料の等級が下がる場合があります。その場合は将来の公的年金の受け取り額、これが引き下がるということになります。一つ目の中途の引き出しができなくて60歳からの受け取りとなるという点については、逆に老後の資金を貯めるためにはそれまで引き出すことができないということは、お金を途中で引き出しちゃって使っちゃうというそういうリスクがなく減るということになります。ですから老後資金を貯めるためにはこちらの方がいいのかもしれませんね。そして、掛け金停止はできなくなりますが、例えば最低額3000円という取り決めになっていればその最低額にするということは可能です。そしてさらに社会保険料の等級が下がることによって公的年金の受け取り額も下がるわけですけれども、そのことと税金がかなりいろんな点で優遇されます。そのメリットと両方を勘案してみると税金引き下げのメリットの方が大きいことが多いんです。いかがでしたでしょうか。